ガーディアン・ヒーローズは1996年1月26日に日本のセガから発売されたセガ・サターン用アクションドールプレイングゲーム。伝説の剣を入手した4人の冒険者たちが謎のアンデッドヒーローと共に王国と戦う内容となっている。ベルトスクロールアクションゲームにロールプレイイングゲームの要素が追加されたシステムが特徴。開発はトレジャーが行い、プロデューサーは ゲームギア用ソフト、ソニックドリフトを手掛けた、麻生博士。ディレクターは同じく、ソニックドリフトを手掛けた、長谷川勝弘。音楽は、メガドライブ用ソフト、悠々白書魔教統一戦を手掛けた、鈴木勝彦及び半沢俊夫が担当している。また演奏者として、イエローマジックオーケストラとの共同作業で知られる、松竹秀樹が参加している。後に続編となる、 ゲームボーイアドバンス用ソフト、アドバンスガーディアンヒーローズが発売されたほか、本作の HD 化となる、ガーディアンヒーローズ HD が、Xbox 360の Xbox Live Arcade 対応ソフトとして配信された。剣と魔法の世界を舞台にした、アクション RPG 作品である。ストーリーモードでは2人まで、VS モードは別売のセガサターン用周辺機器。 マルチターミナル6を使うことで6人までのプレイが可能。ベルトスクロールアクションゲームの体裁をとっているが、その範疇に収まらないシステムを多数持っている。ストーリーモードは全30ステージからなるが、要所要所でキャラクター間での会話が入る。そこでの選択によってストーリー、そして進むステージが分岐するようになっており、1回のプレイで全てのステージを回ることはない。 マルチシナリオ、マルチエンディングとなっている。敵を攻撃する、魔法を使うなどの何かしらの行動のたびに経験値が入り、戦闘中にリアルタイムでキャラがレベルアップする。ステージとステージの合間では、その上がったレベルの数だけポイントが入り、それを力、体力、知力、精神力、素早さ、運の6つのパラメーターに好きなように配分し、 キャラクターの能力を上げられる。キャラの行動には、ダッシュ、ガード、空中ガードといった選択肢が存在し、コマンド入力による技もあるなど、格闘 RPG というジャケットの記載の通り、格闘ゲームのような特徴を多く備えている。また、本作の大きな特徴に、戦闘のフィールドを広い平面としては使用せず、あえて3本のライン上に限定したシステムを取っている点がある。 普通のベルトスクロールアクションならば、画面の奥、手前への移動は、方向キーの上下入力で行われるが、このゲームにおいて、それらの操作は、ジャンプとしゃがみに割り振られており、LR ボタン、および Y ボタンでのライン移動がこのゲームでの奥、手前方向への基本的な移動手段である。ライン移動は、通常のものとは違う軌道の低いジャンプによって行われ、その最中は、敵の攻撃を受けない。 無敵状態だが、着地の際には、無防備な瞬間がある。まさしく対戦格闘システムのアクションゲームであるが、アクションゲームの群れる雑魚をたまね飛ばす爽快感と、対戦格闘の駆け引きという両者の長所を合わせ、アクションゲームのすぐやられる対戦格闘の動作が重いなどの短所をなくし、RPG 要素を加味したものである。 アクションゲーム部分でも、アンデッドヒーローという無敵のオプションがあり、これを全く使わず経験値を稼ぐことも、これを戦わせて自分は防御しているだけでも進むことも、できる。またコンティニューはできるが、難易度が上がるにつれ回数が少なくなる。対戦部分においても、画面全体を覆うほどの攻撃ができるキャラから、攻撃が一種しかなく、 防御もできないキャラクターも存在するが、極めて大きいキャラクターの強さ設定幅や1対5線など、幅広い調整が可能となっている。ハーン、ランディ、ニコレ、銀次郎たち冒険者一行は、冒険の末王国が探しているというイニシエの伝説の剣を手に入れる。宿屋で剣の話で盛り上がっているところに赤い鎧の騎士セレナが飛び込んできて、 王国の騎士団から狙われていることを伝える。宿にも火が放たれ、城下から逃げ出す一行。街外れの墓地で追いつかれ、王国が放った魔導兵器に苦戦していた時、突如伝説の剣が輝き出し、アンデッドヒーローが復活し、圧倒的な力を見せつける。伝説の剣は、過去に存在していた剣の時代の王国で、生前のアンデッドヒーローが振るっていたものであった。一行は、 アンデッドヒーローと共に王国と戦っていくこととなる。バルガーら騎士団を退け、王国を操るカノンと対峙するハーンたち。セレナは、剣の時代の王族の末裔であり、アンデッドヒーローは滅亡の最後まで抵抗した王国最強の騎士であった。王家の交代劇など聞いたことがないと驚くバルガー。カノンは、歴史の真実を語り出す。かつて世界には、天の者の、 地の者という強大な支配者がおり、人間たちは無力な存在だった。天の者は地の者を打ち倒すため、人間たちに魔法の力を授けた。人間たちは天の者と協力し、多大な犠牲を払いつつも、地の者を闇に封じることに成功する。魔法の時代の到来であった。しかし、天の者は予想を超える魔道士たちの力を恐れ、 地のものと同じように闇に封じ込めた。やがて魔法は忘れ去られ、世は剣の時代となる。カノンは長い時を経て、天のものへの復讐のために、地上へ舞い戻り、剣の時代の王国を滅ぼし魔法による国家を作り上げたのだった。真実を知った一行は、選択を迫られる。偽の王国を打ち果たすのか、天のものと戦うのか、地のものと戦うのか。ゲーム史 ファミ通のクロスレビューでは合計26点とやや高評価となり、サターンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は、うッきの通り合計23.9点と高評価となった。ありがとうございます。